ドリブストーリーメーカー。はい、図書館戦争の中にはですね、警察と戦いながらも、物語を作り続ける人たちが登場します。はい、そこで我々もいろいろアドリブで短い物語を作り上げていきたいです。ルールは簡単です。まず最初にキャラクターの書かれたくじを引きます。続いて3文字の言葉の書かれたくじを引きます。そして、うん、我々は、ね、はい、くじに書かれたキャラクターになりきりですね、はいはい、くじに書かれた3文字の言葉のあいうえを作文で、そのキャラクターが言いそうなアドリブのセリフを考え発表しないといけません。そのセリフが素敵だったかあと一歩だったかというのはブースの外のスタッフさん、角川さんプロデューサーが判定いたします。はい、素敵なセリフだった場合は、何もありません。しかし失敗するとその度にみんな大好きセンブリ茶飲むよと。なんでだよ。はい、はい、まあそんな感じでございまして、いいです、ね、チャレンジする順番、はい、じゃあどっち俺からやろうかな今日。いや、おいいんじゃない、うん、珍しく先行たまには先行で、はいはい、せーのドン。これキャラクターですかね。キャラクターでございます。はい、ラジオネームレイジさんからいただきました。はいはい、彼女に別れを告げられ追いすがる彼氏。わーないキャラクターだねこれね。なかなか聞けないやつだね。新しいな、聞けないね。はい、じゃああいうえお作文はこちら。はい、東。なるほど。あ、彼女に別れを告げられ追いすがる彼氏の東。はい、ではそんなそんな東くんはこちらでございます。一人にしないでよ。頑張るから、もっと頑張るから、失敗もしないようにするから一人にしないでよ。相当動揺してますね。だいぶ彼女に依存してる方ですね。さあ、これいかがでしたかね、これは。大丈夫ですか。あ、いいですか。あ、OK ですか。あ、よかったよかった。ましたね、あ、よかったよかった。これはね、ちょっとね、あいうえお作文にちょっと救われた部分があるね。そうですね、東に救われた、はい。じゃあ僕のキャラクターはこちらでございます。はい、どんなキャラクターでしょう。はい、じゃじゃラジオネーム、アリスナマモさんからいただきました。はい。猫耳メイドさん。お前、本当にそういうの弾くの好きだよね。好きで弾いてるわけじゃね。好きで弾いてるわけじゃね。本当好きだよな。はい、じゃああいうえお作文は、こちら。刀ほう、猫耳メイドさんの刀さん。はい、刀さん、ちょっとずいぶん物騒だね。わかんねえなこれ。うん、猫耳メイドさんの刀くん。はい、じゃあ行きましょう、はい、アドリブストーリーメーカースタート。帰っていらっしゃったら、立っているのもなんですので、なもうわかんねえよだろ。わかんねえよ。飲んでやるよ。どれだどれだどれだ、これか。これ少ないのか。いやわかんねえこれ。ダメだ、キャラクターがあかんかった。いや、これは難しいね。キャラクターあかんかった。じゃあちょっとお次行きましょう。はい、こちらババーン、ラジオネーム左手が彼女さんからいただきました。そうですか。むっつり変態紳士。いやー来た。あーそうか、むっつりですよ。むっつり、むっつりですか。オープンじゃないんですよ。あー、オッケーオッケーオッケー、うん、そうか、左手が彼女なの。俺と一緒だな。やめろ。そしてこちら、魚。あー来た、むっつり変態紳士の魚くん。魚くん大丈夫ですか。ではむっつり変態紳士のさかなクンはこちらです。あ、逆さまから見ると体のラインがすごく魅力的で、なかなかこれはこれでいいですね。それむっつりなの。よくわかんない。よくわかんない。どうですかこれ。むっつりで、どうですか、どうですか。今判定悩んでるね。こう、どうかなどうかな。俺結構これ来たなと思って。だいぶオープンちゃうのだそれって。いやいや、むっつりですよ。口に出してるやんけ。いやいやいや、むっつりですから。確かに変態の要素はありましたけど。そうだから、変態でむっつりって。さあ、いや今物言い中です。あ、これも審議中。すごい審議中。あ、飲め。あ、飲めと。ふざけんなよこの野郎。はいはい、うん、今日のやばくない。苦いね。今日のやばくない。今日のすっげえ苦いんだけど。毎回苦い。うわ、はい、僕行きました。はい、キャラクター、はい、エリートサラリーマンでの告白。おお、うん、なるほど。ほう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 。エリートサラリーマンから告白って言われちゃったよ。告白ってなんだ。誰かに告るってこと。うん、そのアドリブね。あゆえを見て後ろ後ろ、まだ打点ないだけ。ただ後ろで告白って難しいな。そうか。エリートサラリーマンが後ろで告白。後ろで告白。シチュエーションじゃないか。じゃあ行きましょう。アドリブストーリーメーカースタート。